はい、皆さんこんにちは。今回は第56回ということになります。それではいつものように、入っていきたいと思います。 On Truman's desk was a letter from Stimson、トルーマンの机にはですね、上にはスティムソンという政治家からの手紙があった、まあ、スティムソンというのは過去に国務長官、いわゆる日本でいうところの 外務大臣を務めた人なんですけども、この頃にはもう大統領の、まあ、ルーズベルトの大統領の時もそうだし、ルーズベルトが亡くなった後のトルーマンの時もそうなんですけども、大統領顧問をしてたんですけどね、その人からの手紙が置いてあったということですね。 It had arrived the day before April 24th で、その手紙は前日ですね、の4月24日に、到着しているものだったと、ついているものだったと。ということは、まあ、1日前に手紙があったということで、内容がですね、何に関することなのかというのが次のところなんですけど、ちょっと次長いですけどね、頑張って見ていきましょうか。Dear Mr. President,I think it very important that I should have a talk with you as soon as possible on a highly secret matter. 大統領閣下様っていうんですかね。It は、これは it, that の形式目的語構文ですよね。文法的に言うとね。この it は、本当の、目的語は that かですよってことは、私が大統領とお話しすることが非常に重要だと。As soon as possible、できるだけ早く。Highly secret matter、非常にこう秘密の事柄に関してと。要するによく As soon as possible、よく ASAP って言いますよね。ね、まあこれ原爆のことについてですけどね。I mentioned it to you shortly after you took office.But have not urged it since on account of the pressures you have been under. で、私は、まあ、その意図っていうのは、highly secret matter、まあ、いわゆる原爆のことですよね。マンハッタンプロジェクトのことですけども、この秘密のことに関して、あなたが took off、承認した直後にお話しましたと。でも、それ以来、それについて何も urge、促してないと。なんでかって、on account of っていうのはこれは because of と同じ意味ですね。何々の理由で。due to とかな。どういう理由でかというと、the pressures that ですね、you have been under、大統領が非常なプレッシャーを、まあ、受けてるということで、そのことに対して言わなかった。というのはまだ、もちろんトルーマンがルーズベルトを引き継いだ後も第二次世界大戦が続いてますからね。It however has such a bearing on our present foreign relations and has such an effect upon all my thinking in this field that I think you ought to know about it without much further delay. しかしながらこの秘密は、our present foreign relations 我々の現在の外交関係に対してサッチはサッチザットと構図になりますから、とてもないないので、とても大きなベアリング、まあ、意味合いを持っており、そして、影響を持っていると。サッチ、アンエフェクト、ザット、その非常に大きな影響。何に対して影響を持っているかというと、アポン、オンと同じですから、All my thinking in this field。この分野に関する私のすべての考えに非常に大きな影響を持っているので、この2つのことなので、I think you ought to know about it without much further delay. まあ、without delay で遅延なしにということで、ただ遅延ということですからね。まあ、much further delay だから、さらに遅らせることなしに、それについて、大統領に、知っておくべきだ。大統領がそれについて知っておくべきだと私は思うということで、これ前も言ったかもしれませんけども、トルーマンはマンハッタンプロジェクトを全然聞かされてなかったんですね。副大統領であるにもかかわらず。で、まあ、今回は、このスティムソンという人がそれについて、
ちょっと前は飲めたんだけども、それについて言ったんだけども、他のところで非常にもう戦争遂行に関してですね、非常なプレッシャーを感じたので、そのことについて言わなかったということですね。ちょっと前に言ったと思いますけど、これトルーマンが引き継いだのが1945年の4月なんですよね。それルーズベルトが亡くなったのが4月なんですけど、ドイツとの戦い側のが5月ということで、かなりこの戦況的には末期に来てるんですけども、日本が降伏するのは8月ですから、まだ4ヶ月ぐらいあるわけですよね。でその間大統領を就任して初めてこのマンハッタンプロジェクトのことをトルーマンは知ることになったわけですけどね。そのことに関してちょっとスティムソンというこの大統領顧問がですね、ちょっとこの話をしたいと、というのはこの原爆が持っているその影響力がものすごいからということですね。